にちは、せいかです。今日は2022年4月5日の火曜日です。3月が終わって4月が始まり、だいたい1週間ぐらい経ったところです。4月といえば桜ですよね。私が住んでいる東京は先週とっても綺麗に桜が咲いていたのですが、今はもうほとんど散ってしまいました。また来年の桜を楽しみに待ちながら1年間頑張ろうと思います。今日のラジオでは先週末の話をしようと思います。先週末ですね、私は東京ディズニーシーへ行きました。皆さんは東京ディズニーシーを知っていますか？ディズニーランドを知っている人はたくさんいると思うんですけど、実は日本にはディズニーパークが2つあるんです。1つはディズニーランドで、皆さんがよく知っているシンデレラ城があるところですね。でもう一つはディズニーシーで、ヨーロッパみたいな少し大人っぽい綺麗なところです。ディズニーシーは特に夜景がとっても綺麗なので、ぜひ行ってみてください。今回はですね、久しぶりにいとこと行ったんですけど、たくさん写真を撮ったので、その写真を見せながらディズニーシーについてお話ししようと思います。 YouTube の動画では写真も一緒に見ることができます。この日はですね、ディズニーシーが9時からオープンする日だったんですけど、私たち家族は8時ぐらいに着きました。早く着いたのでオープンするまで待つ時間があったのですが、なんと桜が咲いていたんですよ。ディズニーシーに入る前の広場のようなところに桜の木があるので、ぜひ桜の季節に行くことがあったら、ディズニーシーへ入る前に桜の木を探してみてください。はい。で、少し待ってから、ついにディズニーシーに入ったんですけど、今ディズニーシーでは20周年のイベントをやっているみたいなんですね。なので入り口に可愛い装飾がありました。で、調べてみたら、装飾だけじゃなくて、ショーもあるし、グッズもたくさん出ているみたいなんですよ。実は私も、中にお菓子が入っている20周年の可愛い缶を買ってもらいました。はい、母に買ってもらいました。ディズニーパークの中にはお菓子がたくさん売っているんですよね。なので、だいたいお土産といったら、日本人はお菓子を買う人が多いんですけど、ディズニーで買うことができるお菓子は、食べた後、その可愛い缶を使うことができるので、おすすめです。ディズニーシーへ行ったら買ってください。はい。ディズニーシーで何をするかというと、アトラクションに乗ったり、美味しいものを食べたり、綺麗な写真を撮ったりするんですけど、今日は私のおすすめを紹介しようと思います。まずはアトラクションですね。ディズニーシーのアトラクションで一番のおすすめはソアリンです。これはですね、スリルがあるアトラクションではないのですが、とっても綺麗なんですよ。乗り物に乗ったら世界を旅行している気分を味わうことができます。これは最近できたのでとっても人気があるんですね。なので乗るまでに長い時間待たなければならないんですけど、待つ場所も全部綺麗なんですね。まるで外国の綺麗な建物の中に入ったような気分を味わいながら、ワクワクしながら待つことができるので、全然飽きません。本当におすすめのアトラクションです。で、次に食べ物でおすすめなのは餃子ドッグですかね。皆さん餃子は知っていると思うんですけど、餃子がパンみたいなものに包まれている餃子ドッグという食べ物があります。ディズニーシーへ行ったらほとんどの人が食べると思います。そのぐらい有名でとっても美味しいので、ぜひ食べてみてください。で、あとですね、今回私は初めてこれを食べました。マイクメロンパンっていうものなんですけど、モンスターズインクっていう映画に出てくるマイクというキャラクターのメロンパンなんですけど、本当に可愛いし美味しかったのでおすすめです。ぜひ買ったら一緒に写真を撮ってみてくださいね。はい。で、最後に写真スポットのおすすめは
2つあります。まず1つ目はメディテレーニアンハーバーですね。すごく言いづらいんですけど、はい、山と海の前です。多分ディズニーシーと言ったら一番イメージすることができる場所だと思うんですけど、ここはディズニーシーに入ってまっすぐ行ったところにあります。もうとにかくヨーロッパみたいな感じです。夜はですね、ライトアップされてさらに綺麗なので、もう本当にキラッキラしているので絶対写真を撮ってください。それから2つ目はトイストーリーのエリアですね。ここもおすすめは絶対夜です。夜が本当に綺麗なので、アトラクションに乗れなくても写真だけ撮りにぜひ行ってみてください。きっと感動すると思います。はい、ということで今回はディズニーシーについて話してみたのですが、いかがでしたか？今回紹介したもの以外にもディズニーシーには綺麗なものがたくさんあるので、日本に来たらぜひ行ってみてください。それでは今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のラジオでお会いしましょう。さようなら。